はい、どうも皆さんこんにちは、のんびりでございます。はい、で今回なんですけれども、今回は、前々回に引き続き第2弾、Amazon で売ってる中華製品の闇を暴くシリーズやっていきたいと思います。はい、で今回紹介するものなんですけれども、今回はなんと LED プロジェクターということでですね、プロジェクターを買ってまいりました。でね、中華のプロジェクターといったらなんか結構怪しい雰囲気がまんまなんですけれども、一応ね、ここら辺モデル名とカラータイプってあるんですけど、なぜか全部チェックは入っておりません。ということでね、怪しさが結構あるんですけれども、早速開封していきたいと思います。箱の外観は至ってシンプルですね。表も裏も同じ。あとバーコードが貼ってあるくらいです。でね、タイトルにプレステ3とかって書いてあるあたり、古いものなのかなという感じがするんですが、まあとりあえずね、綺麗に映ってくれたらいいんじゃないかなと思います。まあプロジェクターの本当の意味はそうですしね。で、なぜか HDMI もケーブルが付属していました。結構ありがたいですね。ケーブルがない人にもきっといると思うので、こういうところはとてもいいと思います。まず付属品から見ていきましょう。はい、付属品なんですけれども、まずリモコンですね。で、残りは固定するためのネジかな、ネジと、3色端子変換のね、あと電源ケーブルとなります。まあHDMI ケーブル以外はまあないとダメなものかなと思います。最低限ついてないと困るものなので、まあちゃんとついていましたね。リモコンは多分なくてもなんとかはなるんですけど、やっぱりないよりはあった方がいいじゃないですか。ということで、結構いい感じのね、袋に入ってました。で、こちら本体で、先にこれですね、If you feel unhappy, wish our service or product we will読めねえな。あ、そういうことか。こっちが、アンラッキーで、こっちがラッキーですね。面白い意見書ですね。どっちにしろ、センキューって上に書かれているので、結構面白いですね、このカード。あとは、説明書。ユーザーズマニュアルということで、説明書ですね。日本語は、あります。日本語あります。弊社と連絡。もし何か ご質問などございましたら、どうぞいつでもお気軽にお問い合わせください。ということでね、付属品一応確認しておきましょうか。本体、電源コード、リモコン、調節ネジ、取扱説明書、レンズキャップ、HDMI ケーブル、AV 接続コード。ということで結構ね、日本語も書いてあるので、いいですね。ここら辺確認した方がいいかもしれません。買う人にとっては重要ですね。フォーマット、オーディオ MP3、ファイル拡張子と、まあ、ずらーっとあるんですが、一応ね、AVI、MP4 と、まあ、そこら辺も対応しているので、とりあえず大丈夫だと思います。で、こちらなんですけれども、ネイティブ解像度800と480で、結構、あれですね、ダメですね。アスペクト比が16対9でいけるみたいです。まあ、とりあえず16対9あったら、なんとかなるかな。これ換気ってもろもろ書かれてるんですけど、結構厳しいものがありますよね。これ買ってからもう1ヶ月ぐらい放置しちゃってるんで、カビてないかすごく心配です。で、本体はこちらになります。思ったよりかっこいいですね。マニーボックスか。ミニーじゃないですね。上になんか色々書いちゃってるんですけれども、まあいいんじゃないでしょうか。スクリーン側はこんな感じ。至ってシンプルですね。側面。左側はマイクロ SD カードスロット、イヤホン端子、AV 出力、USB ポートが2ポート、HDMI 端子、VGA ポート。ということで、背面は特に何もございません。電源端子と、これは排気口か、はありますね。で、裏面は、型番とかが入っていますね。マニーボックスメイドインチャイナ、モデル V501。ということで、至って普通の、やつですね。あとここにボタンがありました。一応リモコンがだからなくなっても操作はできるんじゃないかな。レンズも多分まだカビてないはず。
信じたい。そう信じたいですね。よいしょ。ということで、説明だけで終わったら、視聴者の方もしょうもないと思いますので、早速動作確認の方をね、行っていきたいと思います。はい、ということでコンセントを挿したところ、ここが点灯しました。とりあえず通電はしているみたいですね。で、今回何を映写するかなんですけれども、今回はね、こちらの 4K60Hz 対応の Type-C2HDMI ケーブルを使って、スマホのね画面を出力しようと思います。多分できるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。モニターにね出力可能ってことは、必然的にプロジェクターも OK だと思うんですが、まあね、中華製品なんでそこら辺の保証は全くないわけで、よいしょ、じゃあ蓋外します。で、電源ボタンですね。ではスイッチオン。おお、なんか映ってますね。全くわかりません。お、これでちょっと角度調整が、あ、こんな感じでピント合わせるみたいですね。でもピントはずれた表示にしかならない。一番綺麗にしてこれですね。汚くね、見えないんだけど。皆さん見れます？読めないんだけど。割と真面目にこれが一番綺麗な表示方向。これが一番悪い。もうボケボケ。これが一番綺麗なんですよね、一応。でも話したら読める。話したら読めるの。ということでこんな感じかな。これでなんとか読めますね。こんな感じで本体のボタンで今選択してます。ムービーで OK を押す。押したはず。あれあれ、これで HDMI になりました。画面出力されませんね。これはダメだったんでしょうか。ダメですね。どうやら映像をスマホからは送れないようです。残念ですね。はい、ということでスマホはダメだったんですが、ノートパソコンのね画面は無事に映写することができました。まあそれができないとね話にならないので、まあとりあえずね映写ができてよかったです。映写ができないプロジェクターなんてプロジェクターじゃないですからね。よいしょ。はい、こんな感じで任天堂の Wii U のケーブルでパソコンと繋いでおります。まあなぜ Wii U かは深く聞かないでください。ということで、なんか再生していきましょう。まあフリー動画作ったんでそれをかけますか。HDMI 端子を使っていて、プロジェクター本体から音が出るようになってます。まあ音質もそこまで悪いわけでもなくね、結構頑張っている感じではないでしょうか。
はい、声とか音声は著作権上の関係でかけられないんですが、映像が綺麗かどうかをね判断しようと思います。これちょっとなんか画面がね上と下で見切れちゃってるんですよ。これ多分リモコンがないとどうしても直せないので、ここはまたリモコンをね電池入れないとわからないことでございます。はい、一応 1080p まで、上げてみました。あれ、あー、いけたいけた、結構綺麗に。あ、でもなんか目に悪そうな青色してます目に悪そうな青色してます。まあでも思ったよりね結構鮮やかに映ってる感じがします。結構いいのではないでしょうかね。まあ、あの基本プロジェクター買うとしたら皆さんはねもっとちゃんとしたところのを買った方がいいかもしれません。そしてですね、今年で須磨海浜水族園閉園しちゃうので、ぜひ素晴らしい須磨海浜水族園にも一度足を運んでもらえると嬉しいですね。この時めっちゃ人がいて、びっくりしました。この時お盆休みでしたね。お盆じゃないです、クリスマスですね。はいまあこんだけいたんで、この時は結構嬉しかったですね。たまにガラガラな時もあるので、そんなことはもう最後までなってほしくないですね。では、ここら辺で終わりたいと思います。はい、でね、今回のプロジェクターで良かったところなんですけれども、まあとりあえずね、値段相応の働きはしてくれましたね。値段はだいたい7000円ほどでございました。一応商品 URL を概要欄に載っけておりますので、もし興味がある方は見に行ってくださるとありがたいです。でね、一個、残念なところとしては、まあプロジェクターだから当たり前なんですが、まあもちろん排気口があるわけですね。まあないのなんて基本ないんですけれども、まああの排気口の、高音のね音が結構うるさいです。別にボリュームとしてはあんまり大きくはないんですけれども、キーンっていう甲高い音がずっと続いているため、ちょっとね、不愉快というか耳障りというかそんな感じに聞こえます。なのでね、そこは注意した方がいいかもしれないです。では本日もご視聴ありがとうございました。アニーボックスのね、プロジェクター、ぜひお金がある方なら買ってみてください。ではまた次回、バイチャー。